すいません、おはようございます。すいません、蛍原でございます。今日はよろしくお願いします。とまるさんでございます。よろしくお願いします。すいません、もうこんなあのことです。いいえ、はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。もうここがもう全部作業場になっている感じなんですね。とまるさんはこちらの方はもう何年ぐらい？20年あです。もうここで20年ぐらい。はい、そうです。もう僕ももちろん初めて来させていただいたんで、はい、2、3回ちょっと通り過ぎ看板もないので、ちょっと本当に申し訳ないですけど、とんでもないです、はい、とんでもないです。皆さん大体ここ2、3回行ってから。あ、そうです、あ、ここかとそうなんですね、はい、もう20年ぐらいこちらの方で作業してるということですね、はい、これはほんだら、あのセレナプロも、使ってたんですけども、はい、こういうあの僕たちみたいなそのアマチュアの人たちもここにトマルさんと来て、はい、作ってもらえませんかみたいなことなんですかね。はい、はい、絶対そうですね。で遠くの人はクラブあの送って、はいはい、作ってもらってどう、うん、あーだこうだっていう感じで作ったりするんですけど。あ、なるほどなるほど。来れる人は来てもらった、来てもって、はい、もうちょっとこうお話聞いて、そうですね。あ、はい、なるほど、そういうことなんですね、はい、じゃあちょっと、はい、僕も本当今日はウェッジの方を、はい、作りたいなと思いまして、ちょっと相談に乗っていただきたいっていうのがあるんですね。まず今、ずっと使ってたんが、49度、53度、58って3本体制で入れてたんですよ、はいはい、でそもそも、今回作っていただけるっていうことで、そのまず3本体制でいいのか、はたまた例えばもう52、58ぐらいのもう2本体制でいいのかとかもありますし、なんせ、グリーン周りのバンカーが超下手で苦手でみたいなのもあって、その辺の、僕にとっての優しい感じのウェッジも欲しいなっていうのとがいろいろあるんです。はい、下を厚くするのか上を厚くするのか、はい、あとは下が3本あると、はい、結局使うのは2本しか使わないとか。そうなんですよ、だから2本でもいいん違うかなみたいなもう新しく作るんでね、うん、ただ、ピッチングが今44度とかなんですね、はい、はい、だからそっから2本体制、例えばほんだらまあ52やったらかなり空くじゃないですか、はい、だからまあ前回はそこに多分495358ってなったと思うんですけども、結局その49があんまり使わないんですよ。フルショットの時は使う感じですか？そうでもないです。そこの距離もそんな使わない感じですか？まあ本当少なかったですね。もうフルショットでだいたい4球で、110ぐらいを考えてたんですね。105とか110とかですけど、なんか、ピッチング持ったり53持ったりでなんか4球が握らないので、余計なんか苦手意識なのか、どん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 握らなくなってっていうのがなったんですよね。本数的にはそこを抜くと上を1本入れるとか、はい、それとも上を抜けば抜いたで13本になっちゃってそのままでもいいみたいな感じですか？はい、僕の気持ちとしてはやっぱり14本はフルに入れたいっていう気持ちはあるんですよ、どっちにしても。だから日本体制になったら上を多分1本足すと思いますしっていう感じですよね。難しいところこれがね、本当に例えばだから、まあ、日本だとじゃあ、50と56とかね、例えばその5258に
こだわらずとかもあるじゃないですか。大人さん的には始めたゴルフ始めた時からもう5258だったんです。そうなの、一番最初始めた時にその上手な方に、まあ、大体セットしてもらったんが、まあ下は5258やったんですよ。だからもうその感覚でずっといてたんですけど、ちょっとやっていくにつれて、なんかそういう3本体制もあるなみたいなんで。そうですね、はい、やっぱりちょっと前は5258だったんですよ、うちの注文も多いのは。あ、やっぱりそうですか。だけど最近やっぱり3本とか多くなってます、ね、はい、ですね、それの多分影響でしょうね。3本が結構持ってる人多いでっていうので、多分そこに影響されてると思うんですけど、実際コース出ると、うん、みたいな感じなんですよね。そうなんですよ、もうアイアンがちょっと立ってきてるので、はい、だからピッチングが42とか43とかになると、はい、やっぱりそこ来て5258だとちょっと開くじゃないですか、はい、でそこに1本入れても、はい、やっぱり使う方としてはちょっと迷っちゃうというか、はい、はい、そうなんです。本当距離打つだけに使うんだったら、はい、その間の距離のフルショットの距離で49とか48とかはありだと思うんですけど、はい、うん、迷うんだったら2本でもいいかな、はい、でもちゃんと使えるんだったら3本の方がやっぱり一応いいんですよ。なるほどね。60度みたいなのはいらないんですかね。なるほど。だからそれも友達さん、もう本当もう僕まあね、これを言ったらもうおしまいなんですけど、そんな前に技術を磨けって言われたらもうおしまいなんですけど、僕はもうねその分ちょっとこうギアに頼りたいっていうのがあって、まず本当バンカーが苦手なんですよ。バンカーが苦手で、そこはその度数的にはどう思います、トマルさん。逆にもう60ぐらいのがそれやったら優しいでってなるのか、そこはそんな関係ないで58でも別に60でも。そうですか。やっぱ開ける人は56でも、はい、55でも全然、うん、なるほど、うん、それを言うなら僕開きづらい人だったらやっぱり60度でもうロフト通りにポンって打つ。なるほど、はい、僕は何か知らんけど開けないタイプですね。それを言うなら、なんか開いてって言うじゃないですか、はい、なんか余計怖くなるんですよね。やっぱ難しいは難しいですよね、開くとね。コツンと行きそうで、なんか割とロフト通りに構える方がなんかしっくりいくというんですかね、僕は。バンカーでもちょこっと開くぐらい、はい、全然開か、今そんな開かずにロフト通りの感じです。はい、ちょっと顎があったりすると結構、はい、なんか嫌な感じしますよね。嫌な感じしますね。そっか、ほんならそこ、ほんなら60にするならやっぱり3本体制やな、うん、でなってきますよ ね、 そうですね。例えばそこを60なら、やっぱ一番アプローチしやすいのは56ぐらいなんですよ。あ、そうですか、はい、あで56をまあメインにして、はい、で、まあ、60だとちょっと高い顎とか、はい、砲台とか、うんうんうん、まあちょっと上げたい時だけまあ60度、うんうんうん、あとバンカーとか、はいはい、でメインは56ぐらいが一番寄せやすいので。はあ、そうか、なるほど。ってなったら、6056、まあ50とか50か、まあ、49でもいいけど、49とか、まあ、そうなるともう絶対3本ですよね。それにしようかな、マジで、うん、いいんじゃないですかね。ね、うん、そっか。ほんでまあそのアプローチとか56を中心に、でグリマリバンカーとか、それこそなんかね、バンカー越えの ロブ的なんとか、その辺はちょっと60ロブのまま、そうそう、60度で開かずにするそのままの感じで、あとは56で、でまあ49か50かは、まあ、100ヤードなのか105ヤードぐらいの割とフルで振る感じ。あとやっぱバンカーも、はい、そのバンスを強くして出したりとか、ソールを広くして、はい、バンスはもうそれほどつけずに、うん、こうボーンと跳ねらかすとか。あ、そのなるほど。で全体的に薄く当たる傾向だと、はい、
クラブちょっと重くすると割と下に入ることもあるので、その辺はどうなのかなと。ああ、なるほどなるほど。もうちょっと重くしてちょっと深めに厚めに入るようなクラブにしておいても距離出すものじゃないので、はいはい、まあまあいいかなとは。なるほどね。バンカーのミスでいうとダブルよりも、うん、トップして、うん、そのボンド壁に当たったりそれが奥に行っちゃうことの方が多くないですか。そうやね、うん、はい、そっちの方が多いです。それはどういうことなの。全体的に軽いか、手がやっぱり下に行かずに浮いちゃう、浮いて、まあそれをあのまああの技術でやれと言えばやれるかもしれない。そうなんですよ、まあその技術がそうなんですよね。今まで使ってたシャウトよりちょっと重めにするとほんだらもうヘッドの方は別に重くする必要ないということですか。重くする必要もないとは思うんですよね。まあどれぐらいのバランスで今使ってるのかちょっと分かんないですけど、はい、まあちょっと測れば分かるんですよ、うん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 、D2 ぐらいだったら D2 ぐらいの方がいいかな。もし今使ってるのが D0 とかちょっと軽めだったら、うん、はい、まあヘッドバランスもちょっと D1、D2 ぐらいにちょっと重くしても、うん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 、D3 とか D4 とかまではいらないかなとは思うんですけど、はい、でそのバースみたいなんはもう難しい。ソールの形状とバウンスとかはちょっと結構難しいところで、何がいいのか、ただ単にバンカー出るだけとかっていうんだったらまあ割と作れるんですけど、はい、なるほど。でもまあ60はもう極端な話、それバンカー出るだけぐらいのイメージで僕欲しいです。ほんでさっき友田さん言ったようにもう5、6であとはこなせていけたらなぐらいの。あとは結構やっぱりゴルフを始めた時に、うん、もう最初から出っ歯というかストレートのウェッジだったのか、うん、その時にはグースだったんだけど、うん、世の中の流れがだん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 ストレートに来て今ストレートに使ってるとか、なんかそういうのもあるんですよ。そうすると本当だったらグースの方がいいんだけど、とりあえずあのストレートのしかが多いので、はい、それを使ってて、でちょっとグースにしたらすごい良くなったみたいな人も中にはいる。なるほど。いやもうだから最初のうちは僕も もちろん何にも分からんまま使ってたんで、だから それが勝手にイメージついていってたんかな、そのね、うん、前もって勉強してこれが欲しいあれが欲しいってやったタイプじゃないから、形とかもどうにでもなるので、はい、好きな形とかあれば、うんうん、ありますかね。好きな三角形みたいなのがいいか、四角がいい、丸い感じがいいとか。なるほど。なんかトモさん実際になんか実際例えみたいなないですか、うん、こういうのこれとこれやったらどうみたいな。これがグース三角、はい、うわすげえ、はい、あこれが三角タイプ、はい、はい、標準的なところはこんな感じ。そうですね、ちょっと丸ですね。うん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 、そっか、これでもだいぶ違うもんね、うん、でもああなるほど、それぞれ違うか持ってるな。ちなみに、はい、田島総司が使ってた。田島総司あ、これですか。なんかちょっとスコアラインがフルに入ってる感じですね。そうですね、フルに入ってる。あとここが低かったり高かったりとか、うん、ちょっとこう入る感じとか、まあ、うわなかなか顔的には顔的にはでも このタイプは使ったことないんですけど使ったことないんですけどだからまあまあ
まあでも これですかね。標準的なところはそれで、ね、それがねちょっとね少し入ってるんですよ。グースじゃないですけど、まあ、割と全くのストレート出っ歯みたいな感じじゃなくて気持ち入るぐらいな、はい、まあ、それぐらいの方がちょっとボールが少し遅れてきて、うん、まあ、拾いやすいっちゃ拾いやすい。あとはもう本当に好みの問題とか。バンカーだけに見ると、はい、うん、ソール的にはこのソールの方がちょっとバンカーは割と跳ねやすいというか。あ、そうですか、はい、これはあのここの狭いところのバウンスはちょっとついてるんですけど、はい、こっちの広いところはバウンスなくて、スクエアに構えた時はバウンスを使えて、うん、まあ、バンカーとかでもちょっと広い時にはちょっとこの辺がやっぱり助けてくれるんで、まあ、割とポンと。なるほど。ただこのヘッドはちょっと小ぶりにしかできないので、まあ、大きさ気になる人はちょっとダメ。ああ、そうか、もうまあ、この大きさしか逆にできないってことですね。なるほど、なるほど、はい、一番ちょっと大きく作れて、でも これがいいよね、うん、ちょっと大きめに作ってもこれが精一杯ぐらいなイメージ。はあ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 、僕のパッと見た感じ大きさがもう全く変わらない感じですね、うん、でも実際はそうなんですね。ちょっと大きい、ちょっと大きいですね、はい、でも蛍原さん的には、うん、ちょっと小さいイメージですね。そうですね、はい、でもまあその60度って思った時にもうほんとちょっとある種ちょっとバンカー専用みたいなとこを考えてるから、ね、そっか、この辺から入ってもみたいなことやんね。ソールが広い方がいいのか、うん、バウンスがあった方がいいのか、ああなるほどね。結構横からピュッてやる人だったらソールが広い方がいいんですけど、うんうん、ちょっと上からポンってやるんだったらちょっとバウンスがあった方が、じゃあバウンスあった方がいいか、これちょっとあった方がいいのか。バウンスがあって優しいとすればやっぱこっちのヘッドなんですけど、これか、そうか、ちょっとちっちゃく見えるのが気になるんだったらそうっすね。あとそうっすね、水を全面入れればもう少し大きく見えるかもしれません。ああ、こういうことですか、はい、こういうことですか、はい、全面入れるのと、まあ入れないのとは、トマトさん、どう違ってくるんですか。そうですね、やっぱりプロなんかだと、はい、やっぱりアプローチ上手い人って結構先で打つんですよ、はい、で、まあ、ここまで溝があった方が、ちょっとこの辺に当てても、うんうんうん、あのボールが拾いってスピードがちょっと入る感じなので、うん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 、だから結構前面に入れてる人も多いっちゃうんですよ。うん、アマチュアの人でも、割とこう、ヒールを浮かせて、遠側でピュッてこうボール拾っちゃう人は、前面入れてくださいっていう人もいますね。なるほど、なるほど。あとは、思いもよらず先に当たった時にでもちょっとスピンが入る、ね、なるほどなるほど。それはバンカーショットでも関係してきますか。バンカーはそんなに関係しないですか。どうなんですかね。でも結構プロも入れてる人多いから割とあんのかな、うん、全部入れてみようかな一回これで、うん、今度はちょっと見た目も変わってくるやろうし。そうですね、一回そうしてみます、はい、いいですか。大丈夫です。
あとはこう、はい、開かなくても、うん、ちょっとこういうふうにヒールが浮かして、はい、ツーをつけて、はい、ここら辺、うんはい、ここら辺でこう、はい、コツってこう、はい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 、やるときにやっぱちょっとあった方がちょっとそこに当てるイメージが。それ今ちょうどなんか僕練習してるんですよ。あ、そうなんですか。いや、それは本当に、ねはい、ライの悪いとか本当にいいですよ。ジャッペしないし。あ、そうそう、はい、それがマスターできれば、うん。じゃあ、トマさん、60と56は、56は、はい、いいですか、全部、はい。で、50は大丈夫です。やってみよう。めっちゃ楽しみになってきた。トマさん、早く打ちたくなってきた。ヘッドは、ヘッド、そうですよね。そっちのヘッドの方がいいですかね。このタイプ。でも、このタイプのヘッド。60はでも、あれですよね。このタイプでしか無理ですもんね。あのこれ、こうそうですね、はいはい、このヘッそのスタイルだと、はい、そのタイプですよね、はい、だから60はこれになります。はい、56は56と50はそうか、50お客さんがちょうど、うん、これちょっと女性の方なんですけど、はい、今51で51なんですか、はい、51だとなんかそんな感じ。全然違和感ないですね。これはね、結構良くて、はい、あのこことここが重いんですよ。こことここが重い、はあはあはあ、あの普通のものよりも、はいはい、なのでこうなりにくいんですよ。こういうふうにこうクラブはどっちかというとこういうふうになるので、はい、割とショートアイアンでもこう引っかかるのが少なくなるというか、はい、あ、ありがたい。で僕めっちゃ多いんですそれ。でここが重いと、はい、こうあのダウンスイングの時にちょっとこう、はい、トーダウンするんですよ。そうすると、はいはい、あのフェースがこう開いてボールの下に入ってこう、はい、ボールを入れやすいというか。ああ、そうなんですか。まさしく僕の弱いところをちょっとカバーしてくれそう。弱点はこのヘッドだとちょっとちっちゃくなっちゃう。ちっちゃいヘッドしかできないので。でもそれがこれですよね。そうです。これが気にならなければ全然大丈夫。これは全然大丈夫です。はい。じゃあ大丈夫。はい。でまあ、ちょっとグース入ってるんですけど、はい、まあ、そこもどうにでもできちゃうので、うん、あんまり強いグースじゃない方がいいですよ。ちょこっと入るぐらいのグースも。これでどんな感じなんですか、ちなみに。これはちょっと入ってます。ちょっと入ってる、はい、これぐらいで良ければこれぐらいで作るんですけど、もっとグースももっともう少しストレートもできます。うんうん、すごいシャンク持ちなんですよ、トマさん、はい。で言ったらどっちがおすすめなんですか。まあ、とかそれほど出てない方がいい、出てない方がいいかもですか。まあ、ちょっとでも入った方がいいんで、ほんの少しグースがついた方がいいと思います。はい、だほんの少しで。少しで。はい。じゃあこれ全体60度がメインで、そこからの流れで。はい。感じですね、はい。ありがとうございます。そうですね。シャンク。この50とかがシャンク出るからよく。でもちょいグースおすすめだと思います。ああ、そう、はい、うん、あのプレー傾向とか、なるほど、ミスの傾向とか、うん、いろいろ考えても、なるほど、うん、そうです。あとできるとすれば、はい、あのちょっと構えていただいて、はい、あのここがちょっとこう膨らんでるんですけど、はい、ここをまっすぐこう削ることもできるので、 あんまり開いたり閉じたりしない人は、はい、こう割とまっすぐの方がこうあの目標に向かって構えやすくなるんですけど、開いたり閉じたりする人はちょっと丸い方があの開いてもそんなに右向いたりとかしないので。ああ、そういうことか、ええ、ちなみにこれはちょっと丸、ちょっと丸なんですか。ですね、もう本当にまっすぐだと本当にピッてこういう感じになっちゃうので。なるほどなるほど、そうね、どっちかってあの割とまっすぐ目の方が、うん、がいいかなって感じです。50、56ぐらいはちょっとストレートにしておきますか。はい。56ぐらいで、60度は、まあ、割と、うん、
丸い方がこう、うん、ボールの下に入れるイメージがしやすくなるので、はいはい、少しだけ R をつけます、ね。わ、はい、かりました。はい。バランス角ですね。バランス角を60度はちょっとこれあの。バランス17度、ここあの、はい、17度ついてるんですよ。17度って結構ついてるんで、はい、結構ついてる、結構ついてる。どうですか、結構ついてても、うん、ちょっとアドレスしても、はい、そんなこう変な風に浮いたり してこないのでですね、はい、だから多くてもいいかなとは思うんですけど、うん、はい、17は多すぎなんですか。いや、そんなことないです。もうこれが17なんですね。それ17、だいたい平均的には10から12ぐらいが、ね、標準的には10から12、うんうんうん、ね、そうですよね。ただそのバランスの数字も割とこう、はい、なんていうんですかね、こう丸いとこだと丸いとこの頂点でしか測らないんで、実際どこ、こっちの丸い側のこっち側のバランスが効いてるのか、うん、ちょっと平らなものだともう数字通りでいいんですけど、はい、うん、だからどこを使うかってことなんですか。そうですね、なるほど、うんうん、割と当てにならないと当てにならないです。なるほどねでも全然僕17でも これでも どうですか。これ僕いや、全然いいと思います。あとは、うん、あのバンスの多い人が向いてるのは、はい、ちょっとこうハンドファーストみたいに構える人はバンスが多い方がいいですよ。ちょっと真ん中で構える人はバンス少なくてもいいんですけど。あ、そうなんですか。はい、これでも真ん中で構えるか、どっちかって言うたら、どっちかって言うと真ん中ですか。はい、真ん中で構えても実際打つときにピュッてなっちゃったりすることもあるんです。そんなことないです。もう真ん中で構えても真ん中でピュッてボールだけって。え、どうやろうあのアプローチは右足寄りに置いて、うん、ハンドファーストで打つことが多いですね。多いか、うん、アプローチはそうかそうか、うん、あった方がいいか、うん、うん、ああそうかそうか、うん、はい、60度は17はちょっとやりすぎなんですか。やりすぎてじゃないです。どっちかっていうとトップの方がいいですか。ダフっちゃう方がいいですか。バンカーとか。バンカーどっちかって言ったらトップの方がいい。ちょっと薄い。はい。シャフトが重くしてちょっと深く入るようになれば、まあ今までよりシャフトを重くするんで、はい。16度、はい。16度。あまりこれとこれが17なんで。でこれはもう極端にこっちとこっち落としてるんですけど、はい、もう少しこうなだらかにしてることもできるので、うん、あんまりこう開いたり閉じたりしなければ、うん、割とこう極端にこう落とさない方がいいかもしれないです。あんまり僕はもうそのままの感じで使うと思うんで、はいはい、60度をやっぱり寝かしたりとか、はい、あんまり立てたりしないと思います。結構長いですね。35.4分の1ずつ変わっても全然いいと思う。あ、じゃあ4分の1ずつ変えていただけますか。これが35で、P が何倍やったんですか。これ35.、はい、多分グリップエンドで35なんで、35よりもちょっと長いぐらい。はいはい。35と4分の1で35と2分の1で、うんうんうん、そうですね、まあその方がいいです。はい、はい、だからアイアンはこの、だから今シャフトはこれなんですよ。105の、はい、はい、モーダス105、うん、あ、まあ、そうですね、S200 大丈夫ですか、S200。 うん、まあ全くね、違うものと思って打つのでどうかなと思ったんですけど、うん、間にしときますか。いきなり重さが変わりすぎますかね、S2 だと。あ、そう、いきなりそのこの50度からいきなりドーンって変わるってこと。そうですね。例えば、うん、その50度、うん、50度はその、S115、うん、で5660は S2 っていうのはどうですか。あ、そういうのもいいですね、うん、
あなるほど、うん、そのピッチングとかのつながり考えて真ん中にしといて、でどっちかっていうとフルで打つクラブじゃないですか、なのでどっちかっていうとフルで打たず柔らかさを感じてほしい、重く柔らかく感じてほしいなと思うので5660は S2 にしといて、可能ですか？大丈夫です、はい、じゃあそうします、はい、バランスが今、はい、D0.5D1D1 なんですよ、はい、ちょっと軽いのかな D1?D2? うん、D2 ぐらいあってもなんかトップしがちなので、どっちか言ったらまだそのダフるんだったら軽い方がいいと思うんですけど、ね、でもそのシャフトが重くなるからっていうのが、はい、でも、まあまあ、バランス、あバランスがね、ヘッドの効き方ゆっくり振るから、なるほど、うん、なるほど、なるほど、ちなみにピッチングはどれぐらいのバランスで、はい、すいません、あそうですね、そこにもよりますよ ね、そうか、もうこのヤマハのやつもすごく慣れてきたから、はい、徐々に、うん、そんな使い始めの時みたいに左にバーンみたいななくなりましたね、なくなってきたから、はい、やっぱりちょっと慣れてくると、そうですね、これは割と出てます、 D2.3、 はい、 D2.3、 いや重い、あのバランスが重くてだから最初合わなかったんだ、で、うん、ウェッジがあの、ね、軽かった、もう今こっちに合ってる感じ、そうなんですよ、合ってきたんです、そうするとこっちが軽くなっちゃうんですかね、それでトップが多くなってるかもしれない、うん、あーなるほど、そういうパターンもあるのか、 D2 ぐらいですかね、 D2 でいいと思いますけどね、うんうん、D2D1、はい、にしておきます、これもみんな D2 ですか、 D2D2、 そうですね、50度もそのこれが D2 だったら D2 でもいいかもですね、うん、はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。すみません。めっちゃ一気になんか、うん、輝いてきたね。チャンネル登録お願いします。